17世紀18世紀の文化第6回目は、経済思想を扱いたいと思います。経済思想については、これから紹介する2つの考え方、の前の段階として、絶対王政のところでやった重商主義というのがありました。その重商主義からつながるというふうにちょっと考えておくといいと思います。そのまず1つ目が重農主義、重商ではなくて重農主義ですよね。この重農主義っていうのは、名前からね、想像できるかもしれませんが、その富の源、源泉ですよね。これを土地と捉えて、つまりそこから、作ることのできる、生産される農業生産、これを富の源泉と捉えて、その生産の増大を重視した、そういう勢力、ですね、考え方です。で、特にこの重農主義者たちはですね、この前にあった重商主義が、王様がさまざまな、その商人に特権を与えて、でその特権をもらった商人が独占的に商売を行って利益を上げ、でその見返りを王様が、得るという形で利益を得ていた、そういう、つまり国家の非常に規制の強い重商主義を非常に強く批判をして、自由放任、つまり、その経済活動をしたい人間たちの自由に任せればいいんだというふうな考え方を提唱した人たちです。有名なレッセフェールというフランス語がありますけれども、ナスに任せよ、国家が規制をするのではなくて、その、経済活動を担う人間たちの自由に任せなさいという考え方をはっきりと提唱した、最初の勢力ですね、重農主義者たちはね。代表的な重農主義者として知られているのが、ケネー、フランスのケネーですけれども、この経済表というのが有名です。それからもう一人よく出てくるのが、チュルゴーですね。でチュルゴーは実は、フランス革命のところでやりましたけれども、フランス革命の直前に、フランスが財政難に陥って、その財政難を克服するために、経済改革を担った財務総監を2人紹介しました。平民出身のネッケルが有名なんですけれども、それと、一緒にですね、この重農主義者のチュルゴーという形で名前も紹介しました。ちょうどフランス革命直前の、その財政改革を担ったんだけど、うまくいかなかった、そういう人物、としても知られているので、よく覚えておいてください。ただ、重農主義の、出発点として最も有名なのは、このケネーの経済表です。どんな本かなっていうふうに思うかもしれませんけど、実はケネーが書いた経済表というのはですね、ここに今スライド持ってきましたけど、これ1枚なんですね、基本的には。題名に、タブローエコノミックってありますけれども、これが経済表ですよね。これ分かりづらいかもしれない、なんかこうジグザグの表になってますよね。ちょっとこの、上の方を拡大してみますけれども、こういう形でですね、ケネーは、生産に携わる、生産活動、商業活動ですかね、商業活動に携わる人たちを3種類に分けてます。一番こっちが、いわゆる労働者ですかね、農民も含めた労働者、それから真ん中が地主です。そして一番右側がその生産活動には携わらない商人たちですかね、というふうに3つの勢力に分けて、でそれぞれが生み出した価値がどのようにこうそれぞれの勢力にこう、移譲されていくのか、移動していくのかっていうふうな、それをこうジグザグの表で示したものなんですよね。ある意味そのこういう経済現象をこうなんて言いますかね、論理的に図式化した、初めてのものだというふうに、考えていいんじゃないかなと思います。このケネーの経済表というんですね。でこの一枚のいわゆる経済表ですよね、これに対してさまざまな人たちが、解説を加えたりしているんですよね。そういう、初めての経済学の、表というふうに考えるといいかもしれません。これがケネーの経済表なんですね。重農主義、というふうなことで紹介をしておきましょう。それから、もう一つですけれども、現在の経済に与えた影響としてやはり大きなものはこの古典派経済学、イギリスで発達をした古典派経済学だと思います。
先ほど、従農主義は富の源を土地と捉えました。まあ、ある意味その前の重商主義っていうのはその富の源を物の取引によって生み出されるということで商業活動そのものというふうに考えたのかもしれません。従農主義は富の源を土地と捉えた。そして古典派経済学は富の源を労働というふうに捉えました。まあ、政治経済の経済分野でもやると思うんですけれども、まあ、一番簡単な考え方としては、古典派経済学においてはその商品の価値ですね、まあ、分かりづらければ値段というふうに考えてもいいかもしれませんけども、商品の価値っていうのはその商品を生産するためにつぎ込んだ労働の量に等しいんだと、こういうふうに考えたわけですよね。まあ、その労働っていうのはさまざまなこう過程に分解されていくんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、全体としての労働量ですね、それがその商品の価値、まあ、そこにさまざまな要因が加わって価格が決まると、こういうふうに考えたと捉えると分かりやすいのではないかなというふうに思います。まあ、それを主張した人物が、有名なアダム・スミスですよね。まあ、経済学の巨人としてアダム・スミス、それから、マルクス、そしてケインズという3人がいますけれども、まあ、その最初としてアダム・スミス、まあ、国富論という書物は、彼の考え方を示す書物として最も有名なものですよね。まあ、1776年刊行、1700年代の後半に書かれたものだという時代的なタイミングも知っておくといいと思います。アダム・スミスの、ね、考え方、もちろん今紹介をしたその富の源を労働として捉えるとか、それから商品の価値はつぎ込んだ労働量に等しいとかっていうのもあるわけですけれども、まあ、よく知られているのは、まあ、従農主義から受け継いでいますけれども、自由放任の、ね、考え方を受け継いで、まあ、国家が経済に介入しなくても、まあ、その各々の人間が自分の利益を追求する経済活動を行っていけば、有名な例えですよね。見えざる手、神様の見えざる手。まあ、アダム・スミス自身は実は、正確には、原文には神という言葉はここでは使っていないんですけれども、まあ神という言葉を連想させるということでよく一緒に使われてますね。神の見えざる手、見えざる手が働くかのように社会全体としてはうまくバランスの取れた、状況になっていくんだと、こういうふうなことを主張した人物として知られています。まあ、その考え方がね、非常にこう強調されて、まあ、アダム・スミスっていうのは、その全ての規制を撤廃する、そういう規制が何もない方が、経済はうまくいくんだっていうふうなことで、例えば現在の、そういう規制を撤廃して、例えば税金も企業に対して軽くして、そういうふうな自由な経済活動が、を行う方が経済が発達するんだっていう考え方につながっているわけなんですけれども、まあ、アダム・スミスがね考えたこの自由放任っていうのはその市場における、まあ、不合理なルールですよね、そういうルールというか習慣ですか、そういうものをなくしていこうというふうな考え方で、何のルールもない、経済的な、ね、決まりも何もないっていうふうな状況を、実は言っているわけではないということですよね。そういう経済活動を保障するためのさまざまな、なんて言いますかね、制度、インフラの整備ですよね。そういうものは非常に大事であるということをアダム・スミスは国富論の中でも主張しています。特に彼が重要視したのは、教育ですね。その経済活動を利益のために行っていっても、その人々にね、こう教育がなければその経済活動の向こうにある豊かな生活はできないじゃないかと、人間が人間らしい豊かな生活を、その経済活動を行うことによって、手に入れるためにはやっぱり教育が必要なんだっていうことを、まあ、国富論の中で言っています。やはりこのアダム・スミスの国富論、という作品には、まあ時たまこう戻ってですね、彼の言ってることは、まあ、本当はどういうことだったんだな、どういうことだったのかなっていうことを、考えていく必要があるんじゃないかな、まあ、そういう意味では非常に大事なやっぱりね書物だと思いますので、覚えておいてほしいなというふうに思います。